将棋は二人で行うボードゲームの一種である。一般的に将棋という場合は、本校で述べる本将棋を指す。チェスなどと同じく古代インドのチャトランガが起源であると考えられている。本校では主に本将棋について解説する。チェスやシャンチーなどと区別するため日本将棋ともいい、特に日本の本将棋には、 持ち駒の観念が古くからあることが特徴とされ、これは諸外国のチェス類似の伝統的ゲームに、例のない独特のルールである。持ち駒を利用したチェス派生のゲームが考案されたのは、後年のことである。日本将棋連盟によると、将棋人口は、約1200万人である。国際将棋フォーラムや世界コンピュータ将棋選手権の開催などもあり、 日本国外への普及も進みつつある。ゲーム理論の分類では、一般的には二人例、和有限確定完全情報ゲームであるとされる。ただしステールメイトや口述する千日手に関して、ルールの不備や曖昧さがあり、厳密には二人例、和有限確定完全情報ゲームとは言えず、二人例、和無限確定完全情報ゲームとする説もある。 現代の日本では特に本校で述べる、いわゆる本将棋が普及している。また、ハサミ将棋や、周り将棋など、本将棋の他にも、将棋の番と駒を利用して、別のルールで遊んだりする遊戯があり、変則将棋と総称される。歴史的には、大将棋、中将棋、小将棋などが指されていたこともあり、これらの将棋は、現代の将棋に対して、 小将棋と総称される。現代でも中将棋などにはわずかではあるが、愛好家が存在する。他に小将棋から派生したと推定される、朝倉将棋が、福井県を中心として残されており、主に、福井県内のイベントなどで、朝倉将棋の大会が開かれている。将棋は二人の競技者によって行われる。ここでは便宜的に自分と相手と呼ぶことにする。 駒の種類将棋の駒正駒も含め、全種類を示している。駒の動き上の表では便宜的になり銀を、全、成形を、形、なりを、暗図と表示している。この表記は、将棋駒の活字がない環境でしばしば用いられる。なり銀を、全、成形を、今、なりを、と金を、下で表す流儀もある。なり銀、整形、 成りと、金はすべて、金と、表記されているのが実際で、崩し方を変えることでなる前の駒がわかるようにしている。王将と玉将では役割が同一であっても、先手が玉将を持つことで後手と区別している働きが、存在する。将棋は対局者が、相互に、自らの駒を動かすことによって、ゲームが進められる。駒の配置将棋の対局において、 駒は対局者、各20枚ずつの、計40枚を用いる。対局者間の気力の差によって、手合わりを考慮する必要もあり、対局者間の気力の差が、かなり大きい場合には駒落ちとなるが、基本的には駒を落とさずに対局者、各20枚ずつ、対等に駒を持つ、平手で刺される。平手線の場合、開始時には駒を次のように並べる。 上手のように盤面を図として表示する場合、下側が先手、上側が後手となる。先手から見て、将棋盤の右上のマスを起点とし、横方向に1、2、3、9、縦方向に1、2、3、9と、マス目の位置を表す座標が決められている。寄付はこの数字を用いて表現される。また、先手は後手はで示すのが一般的だが、コンピュータ上では、 ジス2004対応などのフォントが必要で、先手は後手はで示すことも多い。先手後手は振り駒により決定する。配置の順番は以下のように行われる。上座に座る人が駒箱、または駒袋から駒を盤上に出す。上座の人が王将を所定の位置に置く。下座の人がこれに対して玉将を置く。たまに双玉の駒も存在する。 この時は、上位者が書体が入った方を持ち、会社が作者の名が入った方を持つ。ここからは原則として、大橋流と伊藤流の二つに分かれる。大橋流、または伊藤流のいずれにしても、上座の人、下座の人が交互に並べていく。上座の人が駒袋、または駒箱を盤のもとに入れる。上記はあくまで作法であって並べる手順は、 基本的には自由であるが、多くのプロ騎士は、伝統的に受け継がれてきた大橋流、伊藤流という二つの並べ方のどちらかを採用している。現在の主流は、大橋流であり、およそ八割の騎士が採用している。伊藤流を採用している騎士は、鈴木大輔、久保田義行など。また独自の並べ方を採用する騎士としては、熊坂学などが挙げられる。 手番における動作自分の番が来たら必ず盤上の自分の駒のいずれか一つを一回動かすか持ち駒を一つだけ盤上に打たなければならない二手続けて刺したりパスしたりすることはできない盤上の駒の移動盤上にある自分の駒はその駒の種類に応じて駒の動きに書かれている範囲内に存在するマスであればどこにでも移動させることができるただし 以下のような制限がある。自分の駒を移動させることができる範囲内に、他の自分の駒がすでに存在する場合、その駒によって塞がれているマスには入れない。また、他の駒を飛び越すことはできないため、他の自分の駒を飛び越してその先のマスへと移動することもできない。自分の駒を移動させることができる範囲内に、相手の駒がすでに入っている場合、 その相手の駒を捕獲して、自分の持ち駒とした上で、自分の駒をその相手の駒が存在したマスの位置に動かすことができる。従って、自分の駒が移動可能な範囲は、その相手の駒が存在するマスにまで及ぶことになる。ただし、他の駒を飛び越すことはできないため、飛べ、角、甲などの走り駒であっても、移動範囲を塞いでいる。 相手の駒を取った上でそのマスに移動することはできるが、移動範囲を塞いでいる、相手の駒を飛び越してその先のマスへと移動させることは、できない。桂馬については、他の駒とは異なり移動可能なマスが、元のマスから離れた場所にあるため、周囲のマスに、他の駒があっても、それを飛び越して移動することができる。ただし、桂馬の移動可能なマスに、 すでに自分の他のコマが入っていて塞がれているときは移動できない。なお、桂馬の移動可能なマスに先に入っているコマが相手のコマである場合には、その相手のコマを取ってそのマスへ移動することができる。以上のほか、玉小の位置との関係で自分のコマを移動させることによって自玉を相手駒の利きにさらすことになる場合には、口述する禁じ手に該当することとなり移動できない。 駒のせ不ふなりの選択前述のように盤上の相手側三段を敵陣と呼ぶが、玉と金以外の駒については、敵陣内へ入るとき、敵陣内で移動するとき、敵陣内から出るときのそれぞれで、なることを選択することができる。こうしてなった駒を、聖句と呼ぶ。聖句となることによって、移動可能な範囲が変化する。火は竜王、角は龍馬となり、 それぞれ比、角の、元々の駒の動きに加えて、全方向一マスの範囲にも動けるようになる。また、銀は、成銀、桂は成形、郷は、成郷、負は、と金となり、それらはすべて金と同様に扱われる。負がなった場合も、金と同様に扱われるため、同じ縦の列に負となった負が並んでも二歩にはならない。成は強制ではなく、 ならないことと称するを選択することができる。また、不なりを選択した場合であっても、以後、その駒がなる条件を満たすたびに、なるかならないかを選択することができる。ただし、駒がそれ以上は動けなくなってしまう場合は、自動的にならなければならない。成句は相手に取られて、相手の持ち駒となった時点で、なる前の状態に戻る。 したがって、持ち駒をなった状態で打つことはできない。逆に一度正駒にした駒は、盤上にある限り自分で元に戻すことはできない。駒がなることを選択した場合には、それを表示するために、移動先のマスに駒を裏返して配置する。銀、桂、ツの駒の裏面には、金の字が崩して書いてあるが、元々の駒の種類がわからなくならないように、 各コマの種類に応じて、理面の金の自体は変えてある。上述のように、なりは強制ではなく、なるかならないかを選択することができる。特に銀、桂、ツは、なることによって移動できなくなるマスがあるため、不都合を生じることがある。そのため、これらのコマでなるかならないかについて慎重な検討を要することもある。これに対して飛べ、角、不は、 なっても移動できるマスが増えるだけで減らないため、なりが選択されることがほとんどである。ただし、ごく稀に、反則である内部詰めになる局面を回避する、または逆になることによって自玉に、罪みが生じる局面を回避するなどの理由で、あえて駒をならない場合もある。持ち駒の使用相手から取った駒は、持ち駒として再利用できる持ち駒は、 一般的に盤の脇の下に置かれる。持ち駒は、盤上の空いているマスであれば、禁じ手に該当する場合を除いて、好きなところに打つことができる。ただし、敵陣に駒を打つ場合、打った直後はなることはできず、なる前の状態で打たなければならない。持ち時間プロの公式戦では持ち時間を定め、ストップウォッチ、または、対局時計を持ち、 時間切れによる勝敗を厳正に定める。公式戦では、名人戦では9時間、NHK 杯では10分というように期戦ごとに、対局者それぞれの累計時間が決められており、その分を使い果たして、以降は1手当たりの制限時間が課される、秒読みが主である。プロの公式戦以外では持ち時間なしで最初から1、手当たり秒以内で指す対局も存在するほか、 一般的な対局では持ち時間がなくなった瞬間に負けとなる差し切りも普及している。手合割対局者の気力の差によってはハンデキャップ付きの対局も行われる。気力の差が非常に大きい場合、上位者が駒の一部を取り除いて対局する。渦は二枚落ちと呼ばれる駒落ちの場合である。駒落ち戦の場合には先手や後手ではなく、 駒を書いた上位者を紙手、そのままにした方を下手といい紙手を先行として、指し始める。駒落ちにおいては、気力の差により、1枚、ないし2枚の駒を落とすものから、飛車、角行に加え、金賞、銀賞、桂馬、強車まで落とす10枚落ちまでの手合わりがある。特殊なものとしては、紙手が、玉章1枚だけになる、裸玉。 神手が19枚落ち持ち駒に、不三枚を持つだけの、不三平や、金落ち、銀落ちといった特殊な駒落ちが刺されることもあるが、あまり一般的ではない。原則として、互いに、自らの駒で、相手の玉将を捕獲することを目指す。しかし将棋は、伝統的に、実際に王を取ることは忌避されたため、最も遅い場合でも一方の玉将が、 相手の駒に捕獲されてしまうことが不可避な状態となった時点で勝敗が決まるほか、どちらか一方が逆転不可能と判断した時点で投稿することにより対局を終了する習慣になっている。投了のタイミングは、ルール上は自分の哲いであればいつ行っても良いが、実際に投了する局面としては、地玉が詰まされることが確定的となった時がまず挙げられ、 相手の攻めを受けきれず、地玉が一手一手の寄り筋となった場合、攻め合いで相手より早く玉を詰ますことができない場合も、該当すると考えられる。このほか地玉に、具体的な積み筋寄り筋は見えなくても、到底勝ち目がないと判断して、戦意喪失した場合、すなわち相手の受けが強くて一連の攻めが続かなくなった場合や、 攻防に必要な駒を相手にほとんど取られてしまった場合、一方的に入玉されて敵玉が寄る、見込みのない形になってしまったなどの場合に投了することもある。特にプロの公式戦では完全に詰むまで刺すことは極めて稀である。原則的には詰み、または投了によって勝敗が確定するが、勝敗の決し方には以下のようなものがある。 千日手同一局面が4回現れた場合、千日手となる。同一局面とは、盤面、両者の持ち駒、手番が、すべて同一の場合のことを言う。千日手は原則として、無勝負、差し直しだが、一方が、大手の連続で千日手となった場合は、大手をかけていた側の負けである。これは、千日手が成立した手番に関係ないため、自身が差した手で、 千日手が成立して負けが決まることもあれば相手が指した手で千日手が成立して負けが決まることもある通常の禁酒のように自分が指した手で負けが決まるとは限らないためルールでは禁じられた手ではなく禁じられた局面と表記している連続大手の千日手は通常の禁止とは異なる特殊な規定のため双方連続大手の千日手や 最後の審判といった状況において、ルールの不備が指摘されている。持ち将棋戦後両者の玉が互いに入玉し、互いの玉を詰ますことが困難になった場合、両者の合意の上で判定により、勝敗を決める場合がある。この判定法により引き分けとなる場合を、持ち将棋という。プロの公式戦においては、大駒一枚につき五点、小駒一枚につき一点とし、 互いに24点以上であれば、引き分けとしている。アマチュアの大会の場合は、それぞれの規定による。一般に27点法が採用され、点数が多い方が勝ち、同点の場合は、後手勝ちとしている。反則行為次に上げる行為は反則と決められており、着手した場合直ちに負けとなる。対局中であれば、反則行為が行われた時点ではそれに気づかずに手が、 進められても、終局前に反則が指摘された場合、反則した時点に戻して反則した側の負けとなる。また、終局後に反則が判明した場合も、原則として、反則をした側の負けとなる。例えば、対局者が反則に気づかずに手を進め、反則された側が投了したとしても、反則を行った対局者の負けとして、勝負結果が変更されることになる。 なお、対局中の助言は一切禁止されるが、反則行為が行われた場合に限り、第三者がそれを指摘しても良い。禁じ手は、以下の通りである。プロの棋戦で発生した反則は、記録に残っているもので回数が多い順に、下記の通り。プロの棋戦において、打ち物名行きどころのない駒によって、反則負けになった例は現時点では一例もない。プロが言ってしまった。 ルール違反の手として、下記のような事例がある。なお、大手をするときには、大手、と言わなければいけないと誤認する者も,も多いが、そのようなルールは存在しない。これは、本来、自分で気づかなければいけないとされているためである。そのような大手の発生は、指導対局や演大将棋、初心者同士の対局などで、監修的に行われる場合があるに過ぎず、 プロの公式戦などで行われることは解無である。公式戦ルールの不備打ち部によって、連続大手の千日手でしか大手を解除できない状態を作った場合、打ち部詰めに該当するのか否かが不明である。連続大手の千日手でしか大手を解除できない状態は、罪とみなすのかどうかに依存し、現行ルールでは、どちらの解釈も可能である。 公式戦での前例は存在しないとされるが、最後の審判という詰め将棋の問題において発生する可能性が指摘されている。この他に、負を打った後の局面がステールメイト状態になった場合に、内部詰めの反則規定に該当するのかについて、一方が玉以外に盤上の駒や持ち駒がないなどの極端な勢力差にならない限り局面が出現せず、 プロの実践上は相当前の段階で投了による決着となるため特に正式な見解は出されていない。また、両者が連続大手で千日手となった場合については定義されていないが未だ局面や手順として再現できておらず公式戦でも前例が存在しないが故、ゆえ特に問題視されていない。公式戦ルールの不備が改正された例としては 1983年に千日手の規定が同一手順を3回繰り返した場合から同一局面が4回現れた場合に変更された例がある。旧規定では千日手になることなく無限に差し続ける手順の存在が数学を用いて簡単に証明でき、実際に千日手模様の無限ではないがかなり長手数の対局が見られたことから改正された。 また、愛入玉の将棋で、一方が、持ち将棋の合意や投了を拒否した場合、罪による、決着の見込みがないままエニエムと指し続けることになりかねないため、入玉宣言法や500手、資料ルールが暫定導入されている。将棋の対局は、大きく以下の3つの場面に分けて考えることができる。ただし、序盤、中盤、終盤の境目は曖昧であり、 ここに記載したのはあくまで目安である。序盤戦は攻撃、守備に適した駒組みを目指す段階である。将棋では長年の研究により効果的な駒組みのパターンが数多く考案されており、それぞれの戦法についてお互いに損なく駒組みを進める手順が整備されている。序盤戦では戦法ごとの定石をベースに相手の駒組みを見ながら、 時には独自の工夫を加えて作戦価値を目指すことになる。通常は盤面の左右どちらかで攻撃の陣形を構築し、反対側で守備の陣形を構築する。異飛車は主に右側を攻撃、左側を守備に使う戦法。振り飛車は主に左側を攻撃、右側を守備に使う戦法になる。攻撃面では通常は 強力な駒である比較を中心に、攻撃側の金以外の駒を絡めて、敵陣突破を図る体制を作る。守備面では、通常は、弾を移動して、2枚の金及び守備側のその他の駒で、玉の周囲を守る囲いを築く。もっとも、これはあくまで目安であり、これらのセオリーに反する戦法も数多くある。プロ棋戦における初手は、 角道を開ける七六歩が最も多く、飛車先の歩を突く二六歩がそれに次ぎ、ほとんどの対局はこのどちらかで開始される。近年七六歩と二六歩に次いで三番目に、採用率の多い初手は、先手五期限中飛車などで用いられる五六歩である。プロ騎士全体での相対局数が約2300局あり、そのおよそ7割、約1600は、 初手76歩と指している将棋で最も指されている、初手となる。ついで約2割が26歩、そして56歩と続く。イメージと読みの将棋館では2007年度統計で、初手76歩の出現率が78.5%で、先手勝率は5割2分7輪であるという。26歩の出現率は17.3%で、勝率は5割4分6輪。 初手後六歩の出現率は4.0%で、勝率は5割3分2輪であるという。初手については、見解も、騎士では様々で、羽生義晴や佐藤康光、谷川康二、渡辺明、森内俊幸らは、初手は七六歩か二六歩で、いずれも異飛者等なので、七六歩は矢倉もしくは角代わりでたまに振り飛車志向、二六歩は相掛か,かり、志向としている。 佐藤は現滑儀もあり、どちらかで負けたら違う方にしているなどとしている。森内は、その二手のほか三六歩や一六歩と九六歩も一回ずつ指しており、いずれも勝利している。最悪手については、ハブは、初手の八六歩としており、加藤ひ文は一八甲を、初手の最悪手としている。一八甲は、振り飛車であれば、 飛車を振った後に穴熊を目指すことができるが、異飛車等からすれば、意味のない一手パスにしかならないとしている。ただし渡辺は、初手はどの手を指してもそこまで悪くない、先手なので一手パスして後手になると思って指せば、さほど影響はないとしている。将棋の初手は30通りあり、各初手について、Wikibooks、将棋に詳しい解説がある。現在では、 初手七八飛先鋒や四八飛、五八飛といった先に振り飛車を明示する指し方も多い。初手五八飛は森内が小学生時代にハブ相手に指し、するとハブは五二飛と指したことが知られている。また基本的に嬉しの流は初手六八銀、英春流は初手四八銀である。ハブや谷川は両者とも仙崎学に初手三六歩を試みられている。 渡辺も初手三六歩を指したことがあるほか、藤井武氏が初手六六歩を六局指しており、一勝四敗一戦戦にちての戦績を残している。藤井によれば六六歩を指す意味は、相手が飛車先を伸ばさない、居飛車戦法の場合七六歩の一手を省略でき、先手もその分他の手を先に指すことができるからだとしている。つまり早く八六歩をついて、 形を決めさせる意味があるという。また中原誠が1983年の縦断戦で加藤ひふみに対し初手7八金を指している。この意味は、先手拒飛車党が振り飛車党相手に3手目に4八、ギニア6八玉として一飛車にして来いというのと、同様、後手に振り飛車にすると有利ですよと打診、挑発している意味もある。実戦では、 加藤は八四歩とし、以下は普通の相掛か,かり戦となった。中盤戦は完成した駒組を利用して相手の駒を取ったり敵陣に切り込んでいく。終盤戦へ向けて持ち駒を増やして戦力を確保したり敵陣に攻めの拠点を作ったりすることが目標となる。また相手に駒を取らせない、相手に自陣への侵入を許さないということも重要であり、 工房どちらに主眼を置くかによって、個人の気風が現れる部分である。なお、駒組が未完成のままいきなり互いの玉に迫る、激しい展開となることもあり、この場合は中盤戦がなく、序盤戦から急に終盤戦に入ったと評価される。また、特にプロや甘高段者などの対局では、時として、中盤で形勢に大差がついたために、一歩が攻防強に、 見込みがないと判断して投了することもあり、この場合は終盤戦がなく、中盤戦で終局となったと評価される。終盤戦は勝利条件である罪を目指して相手の玉に迫っていく。駒の損得よりも寄せのスピードが重要となり、正確な読みの力が重要となる。終盤戦では以下のような概念が使われる。これらの概念を使って地玉と敵玉の状態を、 把握し、受けるべきか攻めるべきかなどを判断していくことになる。例えば、互いに詰めろをかけては受ける攻防を繰り返し、最終的に A が B の玉に必死をかけ、その瞬間に、B が A の玉を即詰みにする手順を見つければ、B の価値、見つけられなければ、A の価値になる、といったゲーム展開がある。大手には強制力があり、 絶対的先手となるため、王手をかけ続ける限りは、自らが攻め続けることができる。反面、王手は、大手、王手するより縛りと必死、玉は包むように寄せよという格言があるように、敵玉が即詰みでない場合の安易な王手は、敵玉を安全地帯に逃がして、負けに繋がることも多く、周囲からの攻めで縛りをかけながら、必死を狙う方が勝ちに繋がることが多い。 お互いに玉に迫り合っている場合、相手への詰めろを言って外すと逆に、自玉にかけ、返されてしまうことが多々ある。また詰めろや必死で敵玉に迫っていったとしても、その時に自玉に詰めろがかかっていることを見落としていたり、あるいは、相手が王手をかけてきたところで正しく対応していれば、詰まなかったところを対応を誤ったりで、自玉が即詰みの筋に入ってしまってからではそれに、 気づいても手遅れである。このように終盤戦は、一手のミスで勝敗が、ひっくり返ってしまうことも多い重要な局面である。この他に、一方的に攻められている場合などで、相手陣に玉が侵入する入玉を目指すこともある。将棋の形成とは、駒の損得や囲いや駒の働きなどを総合した、有利フェリの差。形成を指す後は次のように数多く存在しており、 同じ程度の形成を指す語でもニュアンスが異なる。形成の悪い方から、となる。この他に、形成不明というのもある。コンピュータ将棋では、形成判断は評価値と呼ばれる数値で表す。それには、得点方式とパーセンテージ方式があり、概ね次のような目安となる。序盤、中盤、終盤を問わず、指し手を決める。際の基本は、先読みと、 形成判断である。まず、自分がこの手を指せば、相手が、どのように応じるか、それに対し自分は、どのように応じるか、といった具合に先を読み、最終的に自分が有利になっているかどうか形成を、判断して、その手を指すかどうかを決めるのである。形成判断の要素としては、一般的にの四つが挙げられる。将棋の駒は動けるマスに、違いがあることから、 それぞれ価値が異なる。玉章はゲームの勝利条件となる最終目標の駒であるから当然最高の価値を持つ。その他の駒の価値は局面によって変わってくるが、概ね価値のある順に比較金銀、経過負となる。このうち特に価値の大きい飛車と角行を大駒と言い、大駒と比べて価値の小さい金章、銀賞桂馬、強車。 不評を小駒という。ただで相手の駒を手に入れたり、自分の価値の低い駒と相手の価値の高い駒を交換したりすれば、局面を有利にできることが多い。このようにして、駒のやり取りで、自分の戦力を上げたり相手の戦力を下げたりする、ことを駒得という。反対に相手に駒得をされることを駒損という。駒得、駒損は、 形成が有利か不利かを判断する最も基本的な要素となる。特に相手の玉章を詰めるという目標がまだ見えていない序盤から中盤は基本的に駒得を目指していくことになる。角行と金章銀章を交換するなど駒1枚と駒2枚の交換をすることを2枚以外という。特に競技には自分の大駒一枚と相手の不評以外の小駒二枚を 交換する場合を指して2枚替えという。競技の2枚替えでは、小駒2枚を得た側が有利とされることが多く、駒得を図るための基本的な戦略の一つとなっている。例えば、角行を相手に渡した代わりに金賞と銀賞を手に入れた場合、金銀2枚を得たメリットが角行を失った、デメリットを上回る。もっとも、例えば飛車1枚と、 桂馬強者の2枚との交換ならば、一般に、飛車の方が、価値は大きく、必ずしも小駒2枚が駒得となるわけではない。この際、駒得、駒損の目安として、各駒の価値を点数化した表を用いて、点数計算をする方法がある。コンピュータ将棋のソフトウェアでは、各駒の点数を内部で計算したものを、曲面に評価のためのベースとすることがある。また、 コマの点数計算によるコマ読、コマ損の評価は、最も基本的な価値判断の方法として、プロ騎士が執筆した将棋の入門書などでも、解説されることが多い。ここでは、代表的なコンピュータ将棋ソフトとして、世界コンピュータ将棋選手権で複数回の優勝経験があるポナンザと、ボナンザ、代表的な騎士として、永世名人の資格保持者である、ハブヨシハルと、 谷川工事の4社が付けた評価値のうち、それぞれ最新のものを掲載する。例えば、ハブ方式や谷川方式によった場合、自分の飛車を相手の金賞、銀賞の2枚と交換すると、自分は6点プラス5点マイナス10点イコール1点、相手は10点イコールマイナス1点で、差し引き2点自分が得したことになる。また、 自分の成強と相手の金賞を交換すると、自分は6点から6点イコール0点、相手は3点から6点イコールマイナス3点で、差し引き3点だけ自分が得したことになる。駒の種類による駒得、駒損の判断は、最も基本的なものであるが、通常は、これに、駒の働きを加味する。例えば、序盤において、左の強者と右の強者は、 先ほどの点数計算では同じ3点となる。しかし、もし玉将を左側に囲った場合、左の強者は玉将の守備を行う役割があることから、一般的に右の強者よりも価値が上がるとされる。また、例えば角交換となった後で一方が盤上に角行を打ち込んだ場合、盤上に打たれたなっていない角行と未だ持ち駒の角行とでは、 後者の方が一般に価値が高い。なぜならば、後者の閣業は好きあらば相手陣に打ち込んで龍馬にするチャンスもあり、相手側に対して打ち込みの隙を作ってはならないという制約を課す効果があるからである。この他、持ち駒の不評が0枚から1枚に増えた場合と、1枚から2枚に増えた場合とを比べた場合、形式的な計算ではどちらも一点であるが、 実質的には、前者の方が価値が大きいとされることが多い。これは、不切れは、何かと、入り用になる不評を好きなタイミングで使うことができずに、不利とされているためである。成りに関しても、すべての駒において、形式的な点数が上がってはいるが、特に実質的な、危機の変化において、デメリットを伴う銀章、桂馬、強者に関しては、局面によっては、 実質的に、イコマの方が価値が大きいとされることもある。このように、コマがその価値を発揮できるかどうかは、局面やそのコマの位置によって、大きく変わってくる。そこで、このようなコマが、どの程度働いているかを、コマの働きと呼んで、形成判断の一要素とする。玉形とは、玉章の位置とその周りのコマの位置のことである。遠さ、硬さ、 広さなどの要素で判断される。玉形がいいか悪いは勝敗に大きく関わってくる。たとえ駒得をしても玉形が悪ければ形成が不利とされることがある。相手の玉形を悪化させるためにわざと駒損をしたり、逆に玉形を悪化させてでも駒得を狙ったりすることもある。なお、玉形の良し悪しは相手の攻めの形に大きく影響される。例えば、 矢倉囲いは上からの攻めに強い囲いであるため、互いに被車ならば固いと評価されるが、相手が不利飛車ならば玉型の評価は悪くなる。最終盤では寄せる速度が勝負を分けるため、寄せの局面に向けて先手を取ることが重要となる。攻防に必要な駒さえあれば、全体的な駒の損得はほとんど形成に影響しない。例えば、 飛車や角を捨てて金を得るということも行われる。これを表す格言として、終盤は駒の損得より速度がある。また、戦略、戦術以前の問題として、そもそも対局において、先手番が有利か否かという点が話題となることがある。日本への伝来将棋の起源は、古代インドのチャトランガであるという説が最も有力とされている。 ユーラシア大陸の各地に広がって様々な類似の遊戯に発達したと考えられている。西洋には、チェス、中国には、シャンチー、タイには、マークルックがある。将棋がいつ頃日本に伝わったのかは明らかになっていない。囲碁の語番が正倉院の宝物伝に収められており、囲碁の伝来が、奈良時代前後と、ほぼ確定づけられるのとは、対照的である。伝説としては、 将棋は、州の武帝が作った、キビ・マキビが塔にト来した時に将棋を伝えたなどと言われているが、江戸時代はじめに将棋の権威づけのために創作された説であると考えられている。日本への伝来時期はいくつかの説があるが、早いもので6世紀頃と考えられている。最初伝来した将棋は、現在のような平型の駒型ではないという説もある。 古代インドから直接日本へ伝来したとする説では、古代インドのチャトランガの流れを組む立像型の駒であったとされている。一方、6世紀頃、インドから直接ではなく、中国を経由して伝来したという説では、駒の形状は中国のシャンチーと同様な平型の駒として伝来したという説もある。チェスでは古い駒ほど、写実的であるとされるが、 アラビアなど古い地域において平面の駒が見られる。また今までに立体の日本将棋駒は発見されていない。多説としては平安時代に入ってからの伝来であったとする説がある。インドからアラビアを経て中国のシャンチーが朝鮮半島から日本に伝わったというものである。しかし平安時代にはすでに日本に将棋があったという説が有力である。また、 駒の形の違いやこれらの駒を線の交点に置くことなど将棋とどれも大きく異なる。これに対し、東南アジアのマークルックは、銀と同じ動きの駒があるが、負に当たるビアの動きがあまりに将棋とは違うことが指摘されている。また、将棋は相手側3列で駒が変化するが、マークルックでは、くん、ルア、コーン、まあ、メットともなることはない。 この点も大きく、将棋とは異なる。近年はこの系統の番儀が、中国経由、または直接ルートで、日本に伝来したとする説がある。また、中国を舞台とした日本と、東南アジアの中継貿易は行われていたことから、中国経由の伝来は、十分に考えられるが、中国での現代のシャンチーの成立時期は、平安時代より遅く、また現代のシャンチーは、 ルールも異なる。このため、現代中国シャンチーが伝播したものではないと考えられている。いずれにしても、日本での古代の日本将棋に関する文献は皆無で、各説は想像の域を出ない。平安将棋将棋の存在を知る文献資料として、最古のものに南北朝時代に表された霧印象があり、この第七巻には駒の字の書き方が記されているが、 この記述は後世に付け足されたものであるという考え方が主流である。藤原明平の著とされる新猿楽記》にも将棋に関する記述があり、こちらが最古の文献資料とみなされている。考古資料として最古のものは奈良県の幸福寺境内から発掘された駒16点で、同時に天行6年と書かれた木簡が出土したことから、 その時代のものであると考えられている。この当時の駒は、木管を切って作られ、直接その上に文字を書いたと見られる簡素なものであるが、すでに現在の駒と同じ五角形をしていた。また、前述の、新猿楽器の記述と、同時期のものであり、文献上でも裏付けが取られている。三吉亀康によって作られたとされる、小中歴、懐中歴をもとに、 1210年から1221年に編纂されたと推定される修羅辞典に中歴に大小2種類の将棋が取り上げられている。後世の将棋類と混同しないよう、これらは現在では平安将棋及び平安大将棋と呼ばれている。平安将棋は現在の将棋の原型となるものであるが、相手を玉将1枚にしても価値になると記述されており、 この当時の将棋には、持ち駒の概念がなかったことが伺える。これらの将棋に使われていた駒は、平安将棋にある玉将、金将、銀将、桂馬、強車、不評と平安大将棋のみにある、銅将、鉄将、王公猛虎、飛竜、本社、中人である。平安将棋の駒は、チャトランガの駒をよく保存しており、上に、 仏教のご宝と示していると言われる玉、金、銀、カツラ、の文字を重ねたものとする説がある。さらに、チャトランガは、その成立から戦争を模したゲームで、駒の取り捨てであるが、平安将棋は、持ち駒仕様になっていたとする、木村義則の説もある。小将棋においては、桂馬の動きは、チャトランガ、シャンチー、 チェスと同様に八方カツラであったのではないかという説がある。持ち駒のルールが採用された時に他の駒とのバランスを取るために八方カツラから二方カツラに動きが制限されたと言われている。将棋の発展これは世界の将棋類で同様の傾向が見られるようだが時代が進むにつれて必勝手順が見つかるようになり、 コマの機器を増やしたりコマの種類を増やしたりしてルールを改めることが行われるようになった。日本将棋も例外ではない。13世紀頃には平安大将棋にコマ数を増やした大将棋が遊ばれるようになり大将棋の飛車、角行、水像を平安将棋に取り入れた小将棋も考案された。15世紀頃には複雑になりすぎた大将棋のルールを簡略化した。 中将棋が考案され、現在に至っている。15から16世紀頃には小将棋から水蔵が覗かれて、本将棋になったと考えられる。元六年間の1696年に出版された諸将棋図式によると、天文年中に、ご奈良天皇が日野春光と伊勢定高に命じて、小将棋から水蔵の駒を覗かせたとあるが、 真偽のほどは定かではない。室町松の馬や図屏風には、将棋に興ずる人々が描かれている。16世紀後半の戦国時代のものとされる一条、谷浅倉市一石から、174枚もの駒が、出土している。その大半は、不評の駒であるが、一枚だけ、水蔵の駒が見られ、この時期は、水蔵を含む将棋と含まない将棋とが、 混在していたと推定されている。1707年出版の石剣圧案、著作編集の将棋書、将棋も多めに、像の入った、爪将棋が掲載されている。他のルールは、現在の将棋と全く同一である。将棋をする少年江戸時代に入り、さらに駒数を増やした、将棋類が考案されるようになった。天竺大将棋、大大将棋、魔科大大将棋。 対将棋、対局将棋などである。ただし、前提として、江戸時代には本将棋が普及しており、これらの将棋類はごく一部を除いて、実際に指されることはなかったと考えられている。江戸人の遊び心がこうした多様な将棋を考案した基盤には、江戸時代に将棋が、庶民のゲームとして広く普及、愛好されていた事実がある。 将棋を素材とした川柳の多さなど多くの資料が物語っており、現在よりも日常への密着度は高かった。このことが明治以後の将棋の発展につながっていく。持ち駒の使用将棋の発展のうち特筆すべきものとして相手側から取った駒を自分側の駒として盤上に打って再利用できるルール、すなわち持ち駒の使用制度が考案されたことが挙げられる。 もっとも、このルールがいつ頃できたものかのかは分かっていない。現在、提唱されている説としては主に以下の3つがある。持ち駒ルールが生まれた理由もよく分かっていない。上述した駒の数の減少に伴うゲーム性低下を補うためという説明が一般的になされるが、日本将棋よりも駒の数が少ないチェスなどの他ゲームには持ち駒制度がないことから、 この他にも様々な説明が試みられている。その一つとして、将棋の駒である金、銀、桂、ツはいずれも資産、または貿易品を表していることから、将棋は戦争という殺し合いをテーマにしたゲームではなく、資産を取り合う貿易や商売をテーマにしたゲームという側面があり、相手から奪った資産は消滅するのではなく自分のものになるのが自然であるため、 持ち駒使用ルールが生まれたのだとする考察もある。本将棋は上述の通り15から16世紀頃に、小将棋から水蔵を除き、持ち駒の再使用ルールを加える形で、成立していたとされる。五条将棋と、家元17世紀初頭、1612年頃、幕府は、将棋と囲碁の達人であった、大橋総慶。 可能三皿に俸禄を支給することを決定し、将棋は囲碁と共に江戸時代の公認となった。宗慶と三皿は、将棋でも囲碁でも達人であったが、やがてそれぞれの得意分野に特化していき、彼らの後継者は、それぞれ将棋書、五所を名乗るようになった。宗慶の後継者である大橋や大橋文家、伊藤家の三屋は、将棋の家元となり、 そのうち最強の者が名人を称した。現在でも、名人の称号は、名人戦というタイトルに残されている。名人の地位は世襲のものであったが、その権威を保つためには、高い気力が求められたため、文化生の中で気力の高い者を養子にして、家を継がせ、名人にすることも多かった。官営年間には家元三夜の将棋座主が、将軍御前で対局する。 五条将棋が行われるようになった。八代将軍、徳川吉宗の頃には、年に一度、11月17日に五条将棋を行うことを制度化し、現在ではこの日付が、将棋の日となっている。江戸時代中期までの将棋差しは、差し将棋だけでなく、詰将棋の能力も競い合った。特に、伊藤家の伊藤漢寿の作品である、将棋図匠は、 現在でも最高峰の作品として知られている。名人がさねくらいの際には、江戸幕府に詰め将棋の作品集を献上するのが慣例であった。江戸時代後期には、近代将棋の父と呼ばれる大橋総英が名人となり、現代につながる様々な戦法を開発した。さらに、大橋家の門下生であった、天野総歩は、当時並ぶものぬいない最強の騎士として知られ、 実力13段と恐れられ、後に、騎士と呼ばれるようになった。明治にが期待されたものの素行不良のために、大橋家の養子となれなかった。そう歩みは、家元参加とは、独立して活動するようになり、関西で、多数の弟子を育成した。現在のプロ騎士はほぼ全員が、江戸時代の将棋家元の弟子筋にあたり、将棋家元は、現代将棋界の基礎となっている。 なお、現在では、伊藤家に連なる一門が多数であるが、関西を中心に、天野双方の系譜に属する騎士も多い。江戸時代の寄譜は、日本将棋体系にまとめられている。新聞将棋、将棋連盟の結成将棋を楽しむ職人たち、江戸幕府が崩壊すると、将棋三屋に俸禄が支給されなくなり、将棋の家元性も力を失っていった。 将棋を専業とする者たちは家元に対して自由に活動するようになり、明治には彼らの競技によって決定する推挙制に移行した。アマチュアの将棋人気は明治に入っても継続しており、日本各地で将棋会などが催され、風呂屋や理髪店などの人の集まる場所での延大将棋も盛んに行われていたが、 19世紀末には一握りの講談者を除いて専業プロとして将棋で生活していくことはできなかったと言われている。1899年頃から1万長方が新聞として初めて紙面に将棋欄を解説し他社も追随したため新聞に将棋の実践寄付が掲載されるようになり講談者が新聞への掲載を目的に合同するようになった。 1909年に将棋同盟者が結成される。大正時代の頃の将棋会は、有力騎士たちがそれぞれ連盟を作り、特定の新聞社と契約をして一門の経済状況を安定させていた。例えば、大崎熊男が、市の井上義義居後に主催した東京将棋研究会は、当時の有力市である国民新聞や地方市と契約し優勢していた。 一方で、土井一太郎は、東京将棋同盟者、関根金次郎は、東京将棋クラブを主催していた。明治時代以降から騎士有力者が、各派に分かれていく中で、基本的に、他流試合は行わないのがこの頃の原則となっていた。しかし、外部の有力者、支援者らはこれでは、将棋界全体として発展しないと、指摘、こうして大崎が中心となって、 各派の首領を解き伏せる形で、前述三派合同の起戦が、放置新聞社主催で行われた。これを縁として、1924年には、関根金次郎13世名人のもとに、これらの将棋三派が合同して、東京将棋連盟が結成された。これが、現在の日本将棋連盟の前身で、連盟はこの年を創立の年としている。将棋禁止の危機。 第二次世界大戦後、日本将棋連盟に連合国軍、最高司令官総司令部より、呼び出しがかかった。これは、武道などを含めた封建的思想の強い競技や、娯楽の排除を狙ったものだが、連盟は、知識豊富で、勝負感に優れた関西本部長代理の増田、構造を派遣する。その席で、GHQ は、将棋は、チェスとは違い。 敵から奪った駒を自軍の兵として使う。これは捕虜虐待という国際法違反である野蛮なゲームであるために禁止にすべきであると述べた。それに対してマスダはチェスは捕虜を殺害している。これこそが捕虜虐待である。将棋は敵在適所の働き場所を与えている。常に駒が生きていてそれぞれの能力を尊重しようとする。 民主主義の正しい思想である、男女同権と言っているが、チェスではキングが危機に陥った時にはクイーンを盾にしてまで逃げようと、すると反論。この発言により将棋は禁止されることを回避することが、できた。連盟結成以降の詳細は、各記事に譲るが、1935年の名人戦を、皮切りに8つのタイトル戦を含む10以上の棋戦が、 開催されている。また、女性のプロも誕生し、1974年には、最初の女流棋戦である、女流名人戦が開始され、2018年現在、6つのタイトル戦と1つの公式棋戦が行われている。この期間に定石が整備され、特に、プロレベルの序盤は、高度に精密化された。将棋自身も、賭博の対象から、 純粋なマインドスポーツへと変化している。プロの発展とともに、将棋のアマチュア規戦も整備され、日本全国からアマチュアの競合選手が集まる大会が年間に数回開催されている。また、コンピュータプログラムを利用した将棋の研究、特にコンピュータに着手を計算させる研究は、世界的に見ると、チェスのそれの後を追うようにして、 日本において1960年代にその方ががあり、21世紀にはプロとの現実的な対局が考慮されるに至った。2008年5月には、この年に開催された第18回世界コンピュータ、将棋選手権での優勝、準優勝将棋ソフトがそれぞれトップクラスのアマチュア騎士に干渉。さらに、2013年以降は、将棋連王戦において、プログラムが、 現役永久騎士を含む上位棋士を次々に破っており、現在のコンピュータ将棋の実力はプロでも上位に入る、レベルに達しているとされている。公式棋戦において、アマチュアトップや、奨励会員とプロの実力会社の対局が、年間複数回指され、前者が後者を破ることも珍しくないことから、奨励会員。 アマチュアトップもすでにプロ会社の実力に達しているとも、される。インターネット上でさせる将棋、いわゆるネット将棋も1990年代から、発展してきており、将棋クラブ2481道場や、ツイッターと連動した、将ギッターなどがある。また、2012年の主要タイトル戦の全勝負を、インターネットで、トッププロによる解説を交えて生配信するなど、 幅広い層へのアピールやファンの獲得にも積極的に取り組んでいる。レジャー白書によると1年に1回以上将棋を指す、いわゆる将棋人口は1985年度の1680万人から2005年度840万人、2013年670万人と変化していた。上記の期間に将棋が一般メディアに取り上げられたことは何度かある。 代表的なものでは、ハブ義晴の七冠達成、将棋を題材とした、NHK 調の連続テレビ小説、二人っ子の放送、中原誠と、林場直子の不倫報道、瀬川昌司のプロ編入試験、名人戦の遺憾問題、コンピューター将棋ソフトボナンザの躍進、ハブ義晴の最年少で戦勝、将棋電王戦、今泉健二のプロ編入試験、 将棋ソフト不正使用疑惑などである。また、1996年頃から、ジャバ将棋や、ザグレート将棋など、番ごまを利用しなくとも、インターネットを通じて対局ができる、インターネット将棋が普及。現在は、1998年に運営を開始し、アカウントの別数20万人の将棋クラブ24や、将棋ウォーズ、近代将棋道場、 ヤフーゲームの将棋などインターネット対局が主流になり、将棋センターは次々閉鎖されてきた。2010年に英語が公用語の対局サイトである81道場が開設され、2012年7月時点で登録者数は8000人を超えていた。その後、藤井聡太の史上最年少デビューと無敗のままでの歴代連勝記録更新により、 藤井の連勝継続中は、毎日のように、一般メディアが取り上げ、関連グッズが飛ぶように売れ、各地の将棋教室が活況となるなど、2017年度の、将棋界は大いに湧いた。さらに羽生ヨシの衛星七冠達成と、国民栄誉賞授与と明るい話題が続いた。レジャーファクション2020の推計によると、最新の将棋人口は620万人である。 将棋は日本で独自の発展を遂げた遊戯であり、駒の種類が漢字で書かれて区別されているなどの理由で、日本国外への普及の妨げになっていた。以後は、国際的にルールが統一されていること、白黒の石でゲームを行うこと、他国の固有ゲームとは類似性が見られないゲームであるなどの理由で、世界的に普及が進んでいるのとは対照的である。将棋の存在そのものは、 海外でも比較的早く知られていた。中国では早く秋夜に和光対策として日本文化が研究され、1592年の甲、継高、日本風土記で将棋のルールがかなり詳細に記載されている。またアメリカ合衆国では1860年に蔓延元年県米施設によって将棋のゲームが披露されている。1881年の輪で、 チェス史の転居研究では、将棋と中将棋が紹介されている。1966年、トレバー・レゲットは、詳細な将棋の専門書、将棋、ジャパン・エス・ゲーム・オブ・ストラテジーを出版した。1975年に、イギリスのホッジスは、将棋協会というクラブを作り、将棋専門誌、将棋を発行した。また、西洋式の将棋マを販売したり、 将棋セットを日本から輸入販売したりした。ホジスはまた中将棋のマニュアルも書いた。1985年にはヨーロッパ将棋協会連盟が創立され、毎年ヨーロッパ将棋選手権を呼び、世界オープン将棋選手権を開催している。2010年には英語が公用語の対局サイトである81道場が開設された。 悲観事件への普及のために、いくつかの駒の形が考案された。ホッジスのもの、GNU 初期のもの、チェスベリエンツのもの、ヒリチ国際駒などがある。最後のものは81度除などで、駒のデザインの一つとして選ぶことができる。海外向けのアマ上では、名人の署名もなく簡素な日本語で表記されており、名前の間違いがないように本名は自分で記入ができる。 英語圏の寄付表記英語圏の寄付表記は何種類かあるが上記ホッジスによるものが最も標準的に使われており公式戦の寄付中継で用いられる寄付4フラッシュでも言語を日本語以外にするとこの表記になるこの表記は日本での表記とチェスの表記を接中したような形になっていて駒の種類動かし方位置性不なりを組み合わせる 曖昧な場合は、コマの種類の後に、移動前の位置を記す。コマの種類は、KRBGSNLP のいずれかである。なりコマはプラスを前置することで表し、英語名称は、プロモーテッドルーク、プロモーテッドシルバーのように頭にプロモーテッドをつけて、表すのが、一般的である。位置は、横の筋を将棋と、同様右から左に位置、9で、 縦の段を上から下に A、I で表す。従って、76歩は P-7F、55ばは B-5E となる。動かし方は、通常、タイであるが、コマを取るときは、X、打つときは、と書く。性は、ふなりは、イコールと記す。先手、後手の区別が必要な場合、先手を B、後手を W とする。 コマの英語名称のうち、キング・ルーク・ビショップ・ナイト・ポーンは近い性能のチェスの、コマの名称を借りたもの、ゴールド・シルバーは金、銀の名称をそのまま訳したもの、強者のランスは槍を意味する。寄付法にはいくつかの編集がある。イギリスの初期ファンデーションの出版物では、コマの位置を縦横とも数字で示している。また、成り駒について、竜を D、馬を H、 トきを t で表す流儀もある。盤面の状態の総数は1071程度と見積もられる。これは、囲碁の1170程度よりは小さいものの、チェッカーの1020程度、リバーシの1028程度、シャンチーの1048程度、チェスの1050程度と比べて大きい値である。また、ゲーム機の複雑性は1226と見積もられている。 これは、以後の一万四百程度よりは小さいものの、チェッカーの千三十一程度、リバーシの千五十八程度、チェスの一万百二十三程度、シャンチーの一万百五十程度よりも大きい値である。なお、チェス、タイのマークルック、朝鮮のチャンギ、中国のシャンチーについて、ルールを理解し、すべて実際に指してみたという将棋騎のハブヨシは、将棋に近いのは、 タイのマークルックであると述べている。ハブは日本の将棋と他の将棋類との間の大きな相違点として持ち駒を挙げている。このルールの相違により他の将棋では序盤が激しくコマ数の減る終盤は静かな戦いになることが多いのに対しいつまでもコマ数の減らない将棋では終盤の攻防が極めて激しいものとなるというゲームの質の決定的な 違いを生んでいることを指摘している。以上のように複雑なゲームではあるが、コンピューターゲームとしては1980年代からソフトが発売されている。1989年のゲームボーイ用の将棋ソフトでは、AI のレベルによっては、ゲームボーイの電池残量との戦いになるほどの兆候が行われるものの、初期のゲームボーイソフトの AI ですでに弱すぎない出来となっていた。 囲碁用語と共通のものについては、囲碁が由来であるのか将棋が由来であるのかはっきりしない。辞書によっては、囲碁が由来であるとされているので注意。ありがとうございます。